中西道は日本の陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピック日本代表。夫は栗原敏夫で、結婚後の生命は栗原道。1913年京都市生まれ、京都市立二条高等女学校に学ぶ。在学中の1929年第16回日本陸上競技選手権大会に参加。 この大会から採用された女子80メートルハードル層で優勝。1930年にチェコスロバキアのプラハで開催された第3回国際女子競技大会に選手として参加したロスゴリンジ日本の400メートルリレー選手がパラマウント映画を訪問した際の写真。中西道は左から2番目。中央はシルビアシドニー。 1931年1932年にも日本陸上女子80メートルハードルで2連覇。1932年ロサンゼルスオリンピックに女子80メートルハードル代表選手として出場。結果は予選途中危険に終わる。一方、メンバーの一人として出場した 4X100 メートル、リレーでは5位に入賞している。二条工場卒業。その後、 群馬県出身の栗原俊夫と結婚。1991年、高崎にて死去。ありがとうございます。